はい、皆さんどうもおはようございます。今朝の4時半いや4時45分ですね。予定通りですね、富士山登山したいと思いますので、今から出かけたいと思います。まだ夜明け前ですので薄暗い中ですけど、気をつけて、新5合目まで無事にたどり着ければね、なんとかなると思ってます。まずは新5合目を目指して、車の運転ね、気をつけて行っていきたいと思います。はい、それではまた後でお会いしましょう。はい、今ね、富士山の新5合目まで向かっているところです。この真正面に見えるのは富士山です。車でね、5合目まで行って、そこから、登山をしたいと思います。過ぎたんですけど、この車はね、駐車場が多分いっぱいなんで、こういう風に道路に停めてあると思うんです。これみんな登山の人んちです。こんな道路に停めちゃってるんですけど、多分もう新5合目の駐車場がいっぱいで車は止められないと思うんですよ。みんな登山の人んちですね。これだとこのまま5合目行っても止める場所は僕ないと思います。こんなにたくさん人がいるとは思いませんでした。非常にたくさんの人がいます。車が置かれます。ずっと車続いてますね。今日土曜日のせいですね。平日の方が空いてるんでしょう。この車の数は半端じゃないです。みんな登山をする人たちです。何百台あるか分かりません。さっきからずっとこれ道路に止まってるんです。登山の人たちです。止める場所があればいいんですけどね。結局ね、車止める場所がありませんでした。もうこれしょうがないですね。路中するしかないんですけど、非常に残念なんですけど、車止める場所がありません。今警備員の人に言われました。もう止める場所ありませんって言われたんで、仕方ないですね。登山できません。これでは車止める場所がありません。危ないですね。道路にみんな止めてあります。はい、今ようやく路上駐車する場所がありまして、今何時ですか。6時半になりますけど、本当に駐車場がこんなにないとは思いませんでした。多分1000人以上の人が来てますね。とりあえず目標ですから富士山登りたいと思います。先ほどやめようかと思いましたけど、やっぱ登りたいんです。登りたいと思います。はい、5合目まで4キロある、4キロ先ですね。5合目は今ここにしか車止められませんので、仕方なくここに止めました。まあ、今日はね、ちょっと頂上まで行けなかったとしても一応経験として富士登山してみたいと思います。はい、ちょっとスタート地点がだいぶ下の方になってしまいましたけど、今登山を始めたところです。タクシー拾っちゃいますよ。上から降りてくる車が降りてくればね。富士山の頭の方が見えました。綺麗ですね。こんな色だったんですね。いつも青い富士山でしたけど、近くで見ると緑色っぽいですね。はい、今登山を始めたばかりです。スタート地点がだいぶ下の方ですね。時間かかると思いますけど、見ての通りこんなに車で溢れています。登山客がすごいたくさんです。想像もしてませんでした。これは
黄色い花は何の花かわかんないですけど、綺麗ですね、黄色い花が。車がたくさんです。はい、この辺から少しね、街の方が見えます。富士宮の方だと思います。これ、はい、はい、今富士山の4合目あたりから5合目に向かっているところです。残念ながら駐車場がないのでね、歩いて向かうしかないということでね、5合目に向かっているところです。思ったより寒いです。はい、半袖で来たんですけど、今すっかり冬の格好、ダウンジャケットをね持ってきましたので、ダウンジャケットを着ました。全然ここは夏ではないです、冬です。冬の寒さと変わりないです。はい、新5合目まであと3キロということでね、ようやく今1キロ来たとこですね。今ハイペースで歩いてますんでね、この調子で行けばすぐ新5合目まで着くと思います。はい、頑張りたいと思います。この車の数がすごいですけど、路上駐車場がもういっぱいなんでね、みんな路上駐車をするしかないんです。みんな登山客です。これさすがにちょっと暑くなってきました。このダウンジャケットですからね、暑くなってきました。これ真冬の格好ですんで暑いです。今はい、あと2キロ、新5合目まであと2キロですね。この調子で早歩き目で行きたいと思います。ちなみに花が綺麗です。白い花、黄色い花。景色が綺麗ですね。登山客います、ね、親子連れて。車がたくさんで、やっぱ危ないですけど、こう釣り駐車してある車が多いんで、ね、人は気をつけて歩かないと引かれてしまいますね。はい、今4合目ですね。これ標高2300メートル、4合目だそうです。今4合目ですからね。この登山客を抜かしていきたいと思います。車が来たら危ないです。はい、新5合目まであと1キロ、新5合目の駐車場までね、あと1キロです。はい、歩いていきます。5合目は駐車場いっぱいなんで、車をね路上駐車してきました。まずは5合目まで目指しましょう。太陽が神々しいです。はい、富士山が見えてきました。いつも青い富士山が今日は緑ですね。近くで見るとこんな緑なんですね。近い。俺は近かったよ。俺も近かったよ。はい、もうすぐ5合目です。ようやく5合目見えてきました。あれが5合目ですね。では頑張っていきたいと思います。登山口に着きました。はい、登山口、これが5合目ですね。
ここからスタート5合目です。登ってみたいと思います。なるべく呼吸は、乱さない、ずっと乱さないで、もういつでも深呼吸できるぐらいつもりで、深めにしながら登ってください。5合目です。標高2400m。ここからが本番ですね。頑張りたいと思います。だけですね。本気でない。本気で登って。岩がゴロゴロしてます。砂と岩、とても滑りやすいです。まあ、どのぐらいかは分かんないけど、まだ6合目かな。もうすぐ7合目だと思うんですけど、
目かな、多分7合目だと。だいぶ上に来ましたけど、空が青いです。あ、飛行機がある。小さい石がゴロゴロしてます。砂もたくさん滑りやすいです。確かに空気が薄いのは呼吸が苦しいですね。頭がぼーっとしますね。岩だらけですね。大きな岩が落石注意とかになります。では行ってみます。岩だらけ。岩石ですね。溶岩の昔噴火してそれが岩になったやつです。一人しか歩けない道幅が狭いです。
合目です。9合目まで来ました。標高3000。そんなに、登ってきたんで寒くはないです。涼しいというか気持ちいい風です。多分今すごい変な顔になってると思いますけど、
つく。フラフラっと。頂上のね、頂上かな。鳥居があります。行くよー。いい。せーの。はい。いいですね。これは頂上の目印。ついに来ました。これをくぐりたいと思います。頂上まで来ました。今、小雨が降っています。変わらず足場は悪いです。岩です。岩で、はい、鳥居をくぐります。はい、はい、頂上到着だと思います。よいしょ。あ、なんか向こうにいる鳥居が見えるのかな。頂上来ました。ちょっと天気が悪くなってきました。明日頂上天気悪いです。頂上を行っても大したものはないですけども、ついに頂上来ました。Thank you.
まあ、とりあえずね、無事に富士山の頂上まで登れましたんで、目標は達成できました。まあ、想像以上といえばそうですけど、そうですね、大変なことは分かってましたけど、本当に大変でした。スピード出して登りましたんでね。で結構ね、スピード出して登る人は結構いました。僕と同じように。ゆっくり登る人もいますしね、いろんな人がいます。はい、とても良い運動になりました。それではこのまま下山したいと思いますね。無事に帰ったらまた連絡したいと思います。